何してるの？ああ、相変わらずよ。お花の手入れですって。彼も誘ってあげましょうよ。大勢の方が楽しいわよ。多分ダメだと思うよ。前には誘ったんだけど、僕も今日は花に肥料をやりに帰るからとか言って、いつもあなの。そうなの？いいからいいから。ところでさ、例の試合見た？すんごいんだよ。なんて選手だったかな。優しさだけじゃダメ。もう少し積極的にならないとね。そうね、ブレガレットに聞いてみるといいわ。今のあなたに必要なものは何なのか。彼の言葉を聞くには翻訳席が必要なのよ。